ウィリアム・コラー・ゾグ・ティエレスは、キューバ・オルギン州出身の陸上競技選手。専門は短距離走。400メートルで44秒93の自己ベストを持つ。2010年ドーハ世界室内選手権、男子400メートルの銀メダリストである。アルベルト・ファントレナ、ロベルト・イルナンデスといった世界的、ロングスプリンターを生んだキューバから2000年代に登場した、ロングスプリンター。 400メートルではオリンピックと世界選手権を通じてメダルは愚か決勝に進出したこともないが世界室内選手権では2010年ドーハ大会で銀メダルを獲得しこの種目では1976年モントリオールオリンピック金メダリストのアルベルト・ファントレナ1987年インディアナポリス世界室内選手権銀メダリストのロベルト・ヘルナンデスに次ぐ キューバ史上3人目の世界大会メダリストとなった。2007年8月の大阪世界選手権、男子400メートル予選で45秒29の自己ベストをマーク。組3着に入り、着順での準決勝進出を決めたが、準決勝は予選よりもタイムを落とし45秒54の組8着で敗退した。 2008年8月の北京オリンピック男子400メートル予選を45秒37で突破し、昨年の大阪世界選手権に続いて、世界大会の準決勝に進出した。準決勝では45秒06の自己ベストをマークするも、組6着で敗退した。2009年8月のベルリン世界選手権、男子400メートル準決勝で44秒93の自己ベストをマーク。 全体7位のタイムながら、組み分けの風雲もあり、決勝には進めなかった。2010年3月のドーハ世界室内選手権、男子400メートル予選を46秒34の自己ベストで突破し、この種目では1987年、インディアナポリス大会のロベルト・ヘルナンデス以来、キューバ史上2人目のファイナリストとなった。 決勝では準決勝のタイムを更新する46秒31の自己ベストをマークし、クリス・ブラウンに次ぐ2位に入り銀メダルを獲得した。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。